に向かいます。全部ゲートの中スタートしました。ちょっとバラッとしたスタートです。 新ヨモギネスは最高峰フェイマスダンディ後方2番手さあダートに入って外からスーッと11番タケルペガサスが出てきましたリードを1馬身1馬身半と取ります2番手固まって間からスーッと6番フレジールミノル内は1番のレモンポップが並んでいってさらに外には8番のセルフメイドここは3頭1段ですその後は2馬身差外に4番のグローエルディング内から2番のノーダブルディップが並んでいます今それをスーッとかわして前に迫りますあとは2馬身差中段から後ろに7番のプルスウル ウルトラ追走、内から3番のシン・ヨモギネス、外には10番、ミコ・ブラック、1馬身、5番、キープ・イット・シンポがいって、外からそれに並んでいく9番、フェイマス・ダンディという体型、各馬、第3コーナーを回っていきます。先手をを取ったのはは11 1番タケルテガサス残り800を通過リードは1バシン 外から差を詰めて6番のフレジー・ミノルが2番手うち3番手が1番のレモン・ポップ外には8番のセルフメイドが4番手その後ろ外から4番グロー・エルディング内は2番のノーダブル・ディップの追走第4コーナーをカーブ直線コースに入りましたさあ逃げる11番タケル・ペガサス外から追って追って6番フレジー・ミノルさらに間からは1番のレモン・ポップ今2番手に上がってタケル・ペガサスに迫っていくすでに400の標識を通た。その後ろからは少し離れました6番フレジー・ミノルの内をついて プルルスウルトラが伸びてくるその後方から3番のシン・ヨモギネスが上がってきた残りあと 150m 前2頭の争いは外1番のレモンポップが出た11番、タケルペガサすは2番手3番手に3番シン・ヨモギネスが上がってくるか7番のプルス・ウルトラが3番手がレモンポップゴールイン1番のレモンポップです